ミネラーリヌイエ・ボードイ市の紋章ミネラーリヌイエ・ボードイは、ロシアのスタブロポリ地方の町である。人口は75,644人。地名の時期は、ミネラルウォーターあるいは光線で、近くに有名な保養地であるカフカース光線があることにちなんだもの。鉄道駅から発展し、1922年から正式に現在の名称になった。 熊川に沿って開けた町でロストフな、ドヌに至る北カフカース鉄道や、アゼルバイジャンのバクーに通じる鉄道が止まる、交通の要衝である。また、カフカース公船への足としてこの地方で最大の、国際空港のミネラーリヌイエボードイ空港があり、ロシア内外への便がある。気候は温暖な大陸性気候で、夏は乾燥して暑く、冬は寒さも比較的穏やかである。 ただし、国会やカスピ海からは遠いため、沿海部の都市に比べると、寒暖差は大きい。ミネラーリヌイエボードイ市中心部から南を望む、パノラマ1875年に完成した、ロストフナ、ドヌからウラジカフカスへの鉄道の建設のために、この地に集落が建てられた。鉄道が開通するとこの地には、ビャチゴルスク、ヒスロボツク、エセントキ、ジェレズノボツクなどの高線。 スパリゾートへ向かう観光客のために、ミネラーリヌイエ・ボードイという駅が作られた。後に、これらのリゾート都市への視線もここから分岐するようになった。カフカース高線への玄関口であることから、高線という駅名になったが、この駅の周辺には、高線はない。ミネラーリヌイエ・ボードイ駅駅周辺の集落は、野外人のスルタンの所有する土地にあったことから、スルタノフスキーと呼ばれたが、 当初は人口500人ばかりの小さな集落だった。1898年には近くにガラス工場が作られ、20世紀に入り集落は成長を始めた。1906年にはカフカース総督を務めた貴族で軍人のイラリオン、ボロンツオフダシュコフの栄誉を称えて、イラリオノフスキーと改名された。1921年、ロシア内戦が終わると、 貴族にちなんだイラリオノフスキーから駅名にちなんだミネラーリヌイエボードイに改められ、死となった。当時は人口は1万4千人を数えた。1920年代には工場が増え、1925年には旅客用の飛行場も開業し、ミネラーリヌイエボードイは交通の要衝として重要になった。第二次世界大戦の独ソ戦では、爆ウの油田への鉄道が通る。 この地は、ドイツ国防軍の激しい攻撃にさらされた。1942年8月から1943年1月まで、ミネラーリヌイエ・ボードイは、ドイツ軍に占領され、この戦争で、駅、創車場、工場などの施設や建物はことごとく破壊された。現在のミネラーリヌイエ・ボードイは交通の要衝であり、産業の中心地でもある。 ガラス工場の他バターなどの食品産業、建材産業、列車修理工場なども創業している。周辺は農業地帯で小麦、ライ麦、大麦、ひまわり、大豆などが栽培される。M29 幹線道路が通るほか、北か深須鉄道から周囲のリゾート都市への視線が分かれる乗り換え駅でもある。ミネラーリヌイエボードイ空港からは、モスクワ、 サンクトペテルブルク、爆ユへの瓶が飛ぶ。ありがとうございます。